1> ここ1週間、シカゴのアメリカ税関職員は多くの偽造バッジを押収しました。バッジはすべて中国から送られてきたものでした。アメリカ税関公共警備局 CBP はこのニュースを8月17日のプレスリリースで発表しました。CBP はアメリカ連邦捜査局 FBI のバッジ1個、アメリカ麻薬取締局 DEA のバッジ8個を含む合計9個の偽造バッジを押収しました。 これらのバッジが入っていた小包の宛先は全米各地に向けられていました。CBP 職員はこのようなバッジが悪用されたら退散時に繋がったかもしれないと述べています。しかし中国からアメリカに偽造品が持ち込まれたのは初めてのことではありません。バッジ以外にも偽造紙幣から N95 マスクなどの中京ウイルス関連製品に至るまで様々な偽造品が押収されています。 8月13日にも CBP は今年に入って数千枚の偽造されたワクチン接種証明書を押収したと発表しました。偽造証明書には CDC のロゴが入っていますが、これらもすべて中国製です。CBP によると取り締まる偽造品の主な出所は依然として中国であるとのことです。NTD ジャパンがお伝えしました。